それがどんなものなのか見てみましょう。長年金属の結晶構造を可視化する研究を行ってきた坂博康さんです。これは銅素アルミの合金です。これで実際に焼きなましを見せてもらいました。超高圧電子顕微鏡にセット。どんな風に見えるかというと、ここが金属の結晶。細いひびのように見えるのが転移と呼ばれる焼きなましの対象です。